どうぞ、中へ。本日、地上最強に挑む男たちだ。喧嘩だ。喧嘩に霊木さんもなかろう。片っ端からかかってきなさい。うわっ！強い。君もちょこっとどうかね。え、せっかく来たんだ、手合わせしようじゃないか。ずるいや、おろし館長。こっちの喧嘩好きを知っていながら誘うなんて。断れるはずないですよ。バキ君、ここは私の道場だ。たとえ私に勝ったところで無事には帰れんぞ。え冗談ですよ、冗談。なんだ、館長も人が悪いな。なんてことするんだ君は。館長、残念だが親父との対戦は諦めるべきだ。こんな不意打ちを食らうようじゃ、あいつと戦うなんて自殺行為だね。試合開始といこうか。バカな、金敵が効いてないのか。君は空手家を知らんようだな。喧嘩の前に急所を体内に隠すなんて古い空手家の常識だ。隠す？この際見せておこう、本物の空手ってやつをな。さあ始めよう。いいかね、冗談の聖剣好きだ。顔面をカバーしたまえ。つくよ、いいね。どうしたバキ君、上段をつくと言ったろう。動けない。じゃあ次は中段だ。前蹴りを出そう。先月をカバーしたまえ。いいかね、蹴るよ。当たってしまうね。ストー抜き手裏剣速度。ちょっと待った。私はね、今見せた技を50年、毎日1000本以上続けてきた。それができるバカなら誰だって今のような真似ができる。たとえ相手が地下闘技場のチャンピオンでもね。すごいですね。でも、そのあなたがあいつには負けている。一体何があったんです？